三公子とは、麻雀における役の一つ。公子を三つ作っては漁師した時に成立する。二ぼし食い下がりはない。公子は、暗官、民公のいずれでもよく、いずれか単一でも混在していてもよい。廃止の制限もない。とにかく、公子が三つあれば成立する。すべて暗官の場合や二つが暗官で、残りのメンツが暗公の場合は三暗公と複合し、 残りのメンツが国史の場合は、大体はと複合する。薬万以外の通常薬の中では最も出現の確率が低い。出現頻度の点では、四暗光や国史無双といった波の薬万よりも、はるかに珍しい薬である。難度の高さに反してにこぼしと価値が低いのも特徴の一つである。講師が多いため負は高くなりやすいが、薬のリスクに見合うほどの得点上の有利には、 つながりづらい。3回の子を経るため、天敗時には、元々のドラと高ドラを合わせて、ドラが4種という状況になる。自分自身に、ドラが乗った場合は、妨害の高得点につながることも、あるが、逆に竹に乗った場合は、振り込んだ時の失点が大きくなる可能性が高い。竹がリーチをかけてきた場合は、さらに裏ドラ4種が、加わり、その可能性は、さらに高くなる。 加えて、3回の項の結果、順手配が4枚だけになるため、振り込みを回避することも難しくなる。この点では、リスクの大きい役である。参考詞の出現頻度の低さには、以下のように様々な要因がある。ルール上の要因であったり、押し引きに関わる要因であったりするが、そのすべてが参考詞の成立を難しくしている。このように、成立を阻害する要因が非常に多い。 ただでさえこうにはリスクがあり、狙える状況も極めて限定されているので、プレイヤーがそもそも手作りにおいて参考詞を想定しないことも多く、成立には強く偶然によるところがある。一方で、通常ではほぼ考慮されない役という性質から、麻雀を題材にしたフィクションでは、役なしが想定される、亡きから加工等で参考詞を成立させ、 意表をつく打ち回しを実現するために用いられることもある。大体はになっていないケース4講師の一講長。ありがとうございます。